さてと、山道方面にいるレジスタンス勢力だけど、まずはマインツを目指した方がいいのかな。そうだな。マインツの様子も気になるところだし。だな。なるほど、確かにそちらも気になるね。結社の13工房の一つ、ローゼンベルク工房ですか。確か以前、機会があったら話を聞かせてくれるかもしれないとのことでしたね。そうなんですか。実は前に潜入しようと試みたことがあったんですが、地下の構造がものすごく複雑で諦めるしかなくって。そうだったのか。ヨルグか。しばらく顔を合わせていないが、相変わらず壮健そうだな。え、サイトもあのおじいさんと面識があるんですか。うん、互いの事情もある程度は知っている間柄だ。蛇の一員ではあるが、呆れるくらい昔かたぎな職人でな。信用できる人物であるのは間違いないだろう。そうか。結社方面の情報も知りたいし、訪ねてみる価値はありそうだね。マインツに向かう前に寄ってみましょうか。なあ、そうしよう。留守にしてないといいんだが。この状況ですし、他の場所には出かけていないと思う。出かけてはおらぬ。あ、伝声か。そろそろ来る頃だろうと思っていたぞ。案内役の人形さん。入ってくるがいい。言うまでもないが、その子からはぐれたら身の保証はできんぞ。相変わらずだ。とりあえず話が早くて助かった。お邪魔させてもらってですね。珍しい客人もあったものだ。久しいな、新郎よ。そうだな、人の子よ。さすがのお主も随分と老けたような。相変わらず蛇どもに関わっているようだが。しがらみというのは属性でなくともつきまとうもの。
お主を縛っていた迷惑とて同じようなものである。違いない。なんだかとんでもなく遠い話をしているような。しかし聖杯のドミニオンにここに侵入しようとしていた東方人外の魔人か。なかなか個性的な顔ぶれが集まっているではないか。確かその説は失礼しました。ヨルグマイスター、お話しした通り俺たちは今この状況を何とかするために特に結社の動きについて何かご存知ではないでしょうか。すでに知っているかもしれんが、結社は今回フロイス家の目的に協力しているだけの立場にす。結社の計画、幻炎計画はすでに次の舞台へ移行しているようだ。すなわちエレボニア帝国だな。実際他の人やレギオンがそちらの方で動き始めていてね。僕らがクロスベルにそこまで戦力を割けないのもそのあたりが理由だったりするのさ。そうだったのか。大陸全土でいろいろなことが起こりすぎているみたいですね。だが非常に厄介な3名がまだクロスベルに残っている。それも結社の中でも指折りの実力者たちだ。道化人、カンパネルラ、そして使徒と呼ばれるノバルティスという博士とアリアンロードという女性ですね。詳しくは知らぬ。ただ凄まじい葬儀を使い仁義にも厚い人物として結社では知られている。付き従う戦乙女たちは皆彼女がいずこからか見出した上で稽古をつけているらしくてな。一人一人がレギオンに迫るほどの実力を持つらしい。レンさんと同じくらい。まあレギオンの能力は戦闘だけじゃないみたいだけど、それにしても計6人も厄介な相手が協力してるわけか。でも協力しているだけということは場合によったらクロスベルの今後の状況には深入りしない可能性が。そうかもしれんな。もっともノバルティスの若造は司法の力を受けた人形どもに興味津々なようだ。いずれにせよわしの情報では彼らの今後の予定はわからぬ。そうですか。なかなか一筋縄ではいかなさそうですね。ところで先ほどから少し気になっているんですが、パテルマテル修理している最中なんですか。うわっ、しゃべった。まあちょっとしたメンテナンスのようなものだ。ノバルティスの若造はこの機体に随分執心していた。今は新しい人形に夢中なようだから心配ないとは思うが、もし奪いに来たら逃がせるよう備えだけはしておこうと思ってな。なるほど。いざという時は殲滅天使がいるリベールまで行かせるわけか。しかし聞いてる限りだとあの博士と随分仲が悪そうだね。否定はせん。もともとこのゴルディアス級はわしの全てをかけて開発したものだ。
それを途中で奪い去り、非道な接続試験までした挙句に蓮のような幼子にあてがったこと、なんとか接続が成功したとはいえ、その試み自体は許されざる所業だ。確かに教団のした実験と大差ないかもしれません。おまけに司法なしでは満足に稼働することもできぬ後継機どもを勝手に開発して、それをゴルディアス級の最終形などと臆面もなく言う厚かましさ。この場にいたらあの細首を締め上げてくれるところだ。そうですか。まあ落ち着け。相変わらず作品のことになると冷静ではいられないようだな。まあそれはともかく、いかに高顔無知とはいえ、応用強化する技術にかけては天才的な頭脳を持つのは確かだ。わしが開発した人形兵器もあやつに改造強化された上で量産されていると聞いている。噂ではそれらの機体が塔や総員などにも配備されているらしいぞ。そうなんですか。それは初耳だな。しかしそれらの場所に配備されているということは、やはり例の大金を守っているのでしょうか。その可能性は高いだろう。あのアーティファクトらしき大金についてはわしも個人的に調べてみてな。何か分かったらお前たちにも教えてやってもよい。本当。へえ、さすがに気前が良すぎない。こたびの顛末についてはわしも少々頭にきてるもんな。ノバルティスの若造もそうだ。わしが協力していたアルカンシェルをむちゃくちゃにされたこともある。そういえば舞台装置やオートマタも全て破壊されたみたいですね。全て作り直しだろう。その意味で破壊星座とやらもそれを雇った黒伊助の当主も個人的には許しがたい。娘の方はわしの人形の熱心なコレクターのようだが、それとこれとは話は別だからな。わかりました。正直とても助かります。大金について何か分かったらぜひご連絡をいただけると。話を聞ければラッキーくらいに思っていましたが、協力までしてくれたのは予想外でしたね。ああ、結社とは言ってもいろいろあるみたいだな。まあ、だからこそ実態がつかめていない組織なんだけどね。でもあの老人に関しては信用しても問題なさそうだ。そうですね。理由もあるみたいですし。ヨルグならばいずれ有益な情報をもたらすだろう。まあ過度な期待はせずに連絡を待っているがいい。なあ、そうするよ。さてと、そろそろ鉱山町に向かうか。レジスタンス勢力の動向も探っておきたいしな。了解しました。それじゃあ行こうか。
魔獣来ます。何？こいつら来る。方に逃げた。ひょっとしてマインツ方面で動きがあったのかもしれません。赤い星座が本格的にレジスタンス狩りを始めたとか。あっ、うん、ありそうだね。となると今のは部隊の後方を警戒する哨戒任務中だったのかな。その可能性は高いかと。何らかの意図を持って
撤退していったみたいですし。マインツ方面に急ごう。グズグズしていたらレジスタンスたちが危ない。どうやら照明が消されてしまってるみたい。やれやれ。しかし今のは地雷かい？接触式の動力地雷の爆発力が弱かったので対人用だとは思いますが、どうやらトンネル道全体にばらまかれているようだな。こんなもの一般道に仕掛けるレジスタンスの退路を断つのが目的ってところか。その可能性は本腰を入れて相当するつもりではないかと。時間がない、このまま通り抜けよう。足元に気をつけて慎重かつ迅速に進むぞ。了解です。やれやれ、面倒をかけてくれるね。
戦闘の音。北西約10サル、おそらく山道からも外れた山岳地でも。僕らの足じゃ簡単にはたどり着けない。いえ、とにかく行ってみます。いざとなったら我らが崖を飛び越えて介入しよう。分かった、必要そうだったら頼む。狙撃か。あそこです。さすがはいい、よくぞ気づいたものだ。待ち伏せしていたの。トンネル道で動きがあったのは察知できたからな。しかし海原下のクロスベルにこうもあちこち出没するとは。やはりそちらの騎士殿のメルカバを使っているのか。僕の身分を特定したのか。大方レジスタンスと手を組みにでも来たのだろうが、一足遅かったな。すでに掃討作戦は始まっている。多少手こずってはいるが、ほどなく制圧は完了するだろう。悪いがそこで指をくわえてな。そうはいくか。ここは私とサイナさんで突破を。そうはさせん。うん、囲まれた。ちょっとまずいね。ロイド・バニンス、そしてその一頭赤い星座が連隊長、戦撃のガレスが相手だ。崖上からの狙撃に注意してください。危険度倍、手ごわいです。任せておけ。行くぞ。私の番です。
ございます。よかろう。任せてくれ。それ。レオリー。お任せよ。私の番です。ガンナー、俺の番だな。当初からの狙撃がここまで厄介とはね。若の同僚だけあって悪くない立ち回りだ。だが狙撃兵に高所を取られている時点で戦術的な敗北は必至。おとなしく降伏して。何？今のは？ひょっとして。うん、間に合ったか。
オオカミだ。サイドのバカさんたち。それにあれはミレイユさんたち。たかが獣ごとき。いいだろう、こちらから攻撃してさせるかよ。カリス、ほう、ランディ、よ、久しぶりだな。積もる話はあるだろうが、とりあえずは後回しだ。若、やりますな。まさか狙撃兵たる私の背後を取るとは。まあ狼たちの加勢がなかったらヤバいところだった。それとロイドたちの方に気を取られたお前のミスだ。おっしゃる通り。しかし若、相変わらずそのハルバードですか。ブレードライフルなしでこの私に勝てると思いか。別に使ってねえわけじゃねえぞ。ギオームのおっさんに修理してもらったんでな。それにいくら強力でも機関部をやられたら使い勝手が落ちちまう。ここぞの時に使ってるだけさ。なるほど、確かに今の一撃でライフルの精度も狂ってしまった。さすがに形勢不利ですか。ああ、とっとと撤退しろ。それからおじきに伝えとけ。あの夏を倒してやると。承知しました。若い、一皮向けられたようですが、作戦中断。ポイント D まで撤退する。よう、お疲れさん。まさかお前たちがここに来てくれるとはな。ロイド、気をつけ。本当に無事でよかったぜ。ああ、ランディも脱出してたんですね。ああ、なんとか自力で脱出した後、ミレイユたちと合流できた。今までこの辺りの一帯でレジスタンスをしてたんだが、さすがに今回ばかりは終わりかと思ったぜ。そっか、本当に無事でよかったよ。サイトのルカさんたちのおかげですね。ああ、このままじゃヤバいって時に行き、ひょっとしてお前が呼んでくれたのか。うん、念のためだ。それと両兵とやらの動きには注意するよう言い含めていた。で、なんでお前喋ってんだ。ああ、動きますよ。て、よく見たらわしもそんな格好してるし。それに医者ちゃん、なんでロイドたちと一緒なんだ。やれやれ。無事敵部隊の撤退を確認したわ。そうか、ミレイユさん、お久しぶりです。ご無事で何よりでした。あなたたちも無事でいてくれてよかったわ。なんだか個性的な人たちと一緒みたいだけど。まあ、事情がありまして。とりあえず一息入れて情報交換したいところだね。ええ、大賛成よ。グレイス、どうしてここに。いや、ちょっと問題起こしてクロスベル氏に居づらくなっちゃって。あまり歓迎したくはないんですけど。まあそういうことだ。どうやらお互い今までのことを説明しておく必要がありそうだね。
なるほど。そりゃまたとんでもない話になってるみたいだな。それもあのキーボーが。突拍子がなさすぎて記事にも書けない感じだけど、ロイド君たちは何としても彼女を取り戻すつもりなのね。ええ、もちろんです。言うまでもないかと。ランディ、私たちの方は大丈夫よ。もともと支援課の仲間たちを助け出すという条件で力を貸してくれたんでしょ。いや、それはそうだったのか。まあ、こちらとしては君に合流してもらえると。もともと私たちの抵抗活動は国防軍に納得しきれなかった警備隊員としての意地よ。警備隊から離れたあなたは仲間たちの力になるべきだわ。今後はあの狼さんたちも力になってくれそうだしね。うん、お主らに協力するよう改めて伝えておいた。山岳地での戦いならば力になってくれるはずだ。悪い、助かる。ロイド、ティオスケ、俺も付き合わせてもらうぜ。支援課のメンバーとして、キーボーの保護者としてな。ああ、よかった。心強いです。そうなると私もあなたたちに同行させてもらおう。いきなり何を？だって今後の動きの中心はあなたたちになりそうだし、ジャーナリストとしてはちょっと見過ごせないわね。いや、僕は別に構わないけど、マスコミの人間を乗せたらアッパスがうるさいだろうね。私も記事にされたらちょっと困ります。ああ、心配しないで。記事にしたいのは山々だけど、今はそんな状況じゃないしね。今の私はクロスベル独立国がどうなるかだけが知りたいの。この欺瞞に満ちた新体制が果たして歴史に選ばれるのかもね。歴史に選ばれる？こう言っちゃなんだけど、大陸全土の混乱はかなりのものよ。その一因がディーター大統領にあることは否定できないけど、彼が退いたからといってこの危機が乗り越えられるかしら。それは正直難しいかもしれませんね。実際100年前にカルバードが民主化した時も革命政府によって相当えげつないことが行われたそうよ。暗殺なんかは当たり前、さらにはクロスベル市襲撃に近いような陰謀劇もあったみたい。でもそれは現在ある程度正当化されてしまって、ディーター大統領のしたことだって同じことが言えるんじゃないかしら。100年前の暗殺劇。そうは言ってもこの状況が正しいとは私も思えない。だからね、確かめたいの。今後クロスベルがどんな道を選んでいくのか、そしてその選択が歴史にどう伝えられるのか、あなたたちについていったらそれが見られる気がするのよね。グレイスさん、なんつうかそこまで考えてたとはね。なんだか知りやすすぎて別人みたいですが。まあ一番の理由は面白そうだからなんだけど、それに通信社の方にパイプは残してあるからね。ひょっとしたら市内の情報なんかも提供できるかもしれないわよ。わかりました。俺たちは依存ありません。ワジ、リーシャ、そちらは構わない。私は記事にしないでいただけるのなら。僕も構わ…まあアッパスを説得するのは一苦労かもしれないけど。サンクス、オンに切るわ。よし、みんなで気合を入れてヒューリッツァ賞を狙いましょう。いや、別にグレイスさんの手伝いをするわ。まあ、グレイスさんですから。
飛行艇ね。まさか七曜教会がこんな船を持って。繰り返すが、くれぐれも他言無用に願うぞ。記事にでもしたら、今後教会の一切の庇護を受けられぬと覚悟してもらおう。前記事にしたところで、ヨタ話の類にしか思われないかもしれないけど、決死あたりと同じように。マジ？心配せずとも約束は守りますって。あのリーシャ・マオの正体が謎の魔人インっていうのもね。お願いします。ああ、ルイド、連れてきちまってもよかったな。まあ一応約束は守る人だと思うし。クロスベル成分に新たな隙間を感知しました。正確な座標を特定。西クロスベル海岸中間、警察学校や高知署方面への分岐地点の付近です。そうか、確か高知署を脱出するときガルシアのおっさんに助けてもらった。ああ、なんだかんだ言って力になってくれたよ。あれからどうだったか気になっているんだけど。でも警察学校方面に行ってみるのは得策じゃない。君が脱出したことで警備も強化されているだろうし。かといって他に行けるとしたら国防軍のいるベルガード門だけ。ちょっと困りましたね。まあのこのこ訪ねたら捕まるのは確実でしょうね。とにかく降りるだけ降りてみよう。どの程度国防軍が警戒しているか確かめたいし。了解です。鉱山町の前にも砲陣が設置された。いつでも降りられるので必要なら声をかけるがいい。